マノッチです。10年前のペナント日中半分編やっていきましょう。今日日本シリーズの第2戦、昨日勝てたんでね、はい、まあ今日もビシッと勝ちましょう。はい、コメント読んでいきます。今波さんね、 YouTube やってるんだもんね。ちらっとは見たことあるかなっていうぐらいなんだけども、あんまり YouTube の人っていうイメージはないかな。俺は現実でひいきの監督がしたらブチギレレベルの采配をしながらなんだかんだなんとかなるのがマノッチクオリティ。ブチギレ采配なくない？結構まともにやってると思うんだけどな。今回はゲームとしては12裏やらせてくれるの確か去年だったか今年だったか、12表引き分けで裏しないで決まったことあったような、なかったような。これさ、すごい微妙だよね。負けなしの時点で優勝が決まるとかっていうのってもうやる必要はないけど、やれば勝てるかもしれないじゃん。やっぱそこでなんか微妙だよね。どうするのかっていうのが。ウィーラー引退らしいです。ないと思うけど特例でラストイニングおね。もうね、ラストイニングはね、シャープ1シャープ2も取っちゃってんだよね。岩見沢言ってましたね。なんかの撮影ですか、それとも新曲。新曲なんですけど、言ったのは岩見沢じゃなくて苗穂ってところなんだよね。苗穂で川村さんが岩見沢から車で来てくれて、で苗穂にスタジオがあって、そこで、新曲撮ってきました。マノッチが YouTube を引退する噂が担任の先生から流れてきたけど本当？本当？マノッチって納豆を食べる人、最近いろいろなタレの味が出ておすすめがあったら聞きたいです。あのね、おすすめのタレの味とかじゃないんだけど、俺の好きな食べ方として、小粒納豆に食べるラー油と刻みネギを入れて食べるのが好きかな俺は。マノッチさん、今年の M1 グランプリ決勝見ましたか？見てないです。マノッチさん、ウマ娘はご存知ですか？ご存知です。大島プロ、淡々とヒットを量産する姿に敬意を表しているということらしいですね。それともう一つ、日本シリーズまで終わってから聞くか迷ったんですけど、CS の MVP、 王子か小屋野さんかな。よし、いきますか。まあウルフ選手かな今日は。はい、あ、打力は分かんねえのか、ここ画面じゃ。まあウルフ選手で、はい、はい。まあ野手は問題ないかな。うん、これでいきますか。よし、頑張るべ。シーズン8勝のウルフ、王子と一緒じゃん王子も8勝だから。いやー、ただまあよくやったと思うよ。よく王子年間通して出し続けたと思うわ。そこは逃げずによくやったと自分を褒めたいね。いやー、今広告の看板にブルガリアヨーグルトがあったけど、ヨーグルト食べてえな。あの、何のヨーグルトなのかな。あのさ、自分でさ、なんか砂糖かなんか入れるやつあるでしょ。あの、すげえジャリジャリしたやつわかるかな、あれ食べてえな。あれなんだ、何のメーカーだろうあれ。いやー、ちょっと強力だね杉内さんね、かっこいいね。ミート、まず初戦に勝ったのはファイターズでした。プレーボール勝つのはどちらでしょうか。まあ今日もまあね、少ないチャンスにはなると思うので、それをなんとかものにしていこう。見逃し三振、はい、糸井義雄長打、はい、しゃない。スリーアウトチェンジ。まあちょっとここはね、本当にウル選手の出来次第だよね。まあ、絶好調、なんとか期待はしっから。ノーアウトからランナーを出します。あの、5回1失点
バント。ジャイアンツノーアウトからヒットが出ました。二塁。来ました。はい。フォースアウト。送りバント失敗しました。そうだね。5回1失点ぐらいでいってほしいかな。ボール球に思わず手を左に持っていきました。はい、いいよ。下がった。取りました。2回の表、はい、0対0で2回の表に入っています。空振り。ちょっとね、杉内選手からはね、取れて2点ぐらいかなと俺の計算ではね。上がった。いやーヨーグルト食いてえな。何の何かな、あのジャリジャリになるやつあるよね、なんか そんなヨーグルトね。いやまあそのジャリジャリになるのも結局混ぜ方一つだと思うんだけど、あれが食べてえな。甘くて美味しいんだよね。まあしゃあない。ボール先行。ツーアウトランナーなしからフォアボールを出し、変化球。はい、いいね。スリーアウトチェック。さあ鶴ちゃん、あーっと空振り。いやー手に負えねなんとかやってくんねえか。打って中途半端な当たりになりました。アウト、はい、ショートゴロに終わっています。はい、一巡目全滅。いやここアンパイで聞いてない。ファーボラ寒いよ。いやそのためのストライク先行なんだけどな。何バントあるか。バントあるな。バントシフト引くか。はい、ファーボールでランナーを出しています。ここは送りバント。はい、いいよ。ことごとくバント潰してってるぞ。うーわー、ここかー。3回の裏、先制となるホームラン。選手全員が眠かれ。いやー、まあ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 、しゃあないよね。点がホームランとなりました。外のボール打ちました。これはライナー性、落ちました。ここはピッチャー抑え。いやー、やばい。この流れの安倍晋之助選手の怖さが半端ない。いや、ストライク先行いこう。2対0、ジャイアンツがリードしています。レフトに持っていきました。よし、これでアウトカウントが2つ。レフトフライに終わりました。はい、序盤からの先制点、後続は抑えたい場面です。はい、そのままパスに入ってスリーアウトチェンジ。いやー2点ぐらいどうにかしてね。まずね、ちょっとここ出てくれれば。バッと決まった。三振、スライダーを見送りました。どうするのこれ。おーちょっと待って、どんどん三振だけが増えていく。一塁アウトでスリーアウトチェンジ。困ったね。いやーやばいな。4回の裏、ジャイアンツの攻撃。行きました。いいよ。これはアウトです。サードゴロに終わり。まずあれだよね、塁に出たいね、攻撃。センターへ。はい、取って、これでツーアウト。バッターを、はい、あ、いいですね。1塁アウトでスリーアウトチェンジです。4、積極。5回の、やばいって、やばいってマジで。オッケーオッケーオッケー。あ、ダメだ。レフトです。もう一つノリがありません。いや、なんかもうあれでも三振じゃなきゃ勝ちぐらいに思えてくるもんな。バッターは6番、ミート来た。よし、やっとランナー出たぞ。まあまあまあ、一歩前進だ。はい、はい、いやまあよくやってくれてますよ、ウルフ選手。バッターは1、打って
ショートへの打球、はい、アウトです、はい、ストレートのフォアボール、いらんフォアボールだな。さあジャイアンツフォアボールのランナーが出ています。ヒットになりました。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。紅茶券か、紅茶券だな。よし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 、打ち上げてしまいました。まあもうここが勝負だわ。もう攻撃に使うしかないよね。ウルフ選手に代打出すわ。あーどうし、どうすっかな、出せないか、まだ投げさせるか。これでワンアウト、ピッチャーに回ります。まだ投げてもらうか。バッターボックスに入る。いやダメだ、帰るわ。ブレてる。あんまいいことない、こういう時。伊藤さん、はい、先発はこう抜けねえか、無理か。はい、アウト、ツーアウトです。6回ツーアウトまでヒットはありません、はい、当てただけのバッティング。この打球はどうなる。おーい、ノーノー見えてるぞ。ノーノー見えてるぞ。ファイター、はい、6回の裏ジャイアンツの攻撃、痛烈な当たり、大きい大きい、入りました、ホームラン。本当134か、もっと飛んでねえか。1点を追加、その差は3。いきなり先頭バッターにホームランを打たれています。変化球を打っていった、三遊間はどうだ。おいおいおい、ショートゴロに倒れました。バッター落ちるボール打ちました。いやーきついね。ここでランナーを出しました。ツーベースヒット。いやリリーフ適正が20丸ではないんだよね。いやなんだろうな、なんかねちょっとでも長いイニング投げてもらいたいなっていうので、ただの選手を出しちゃうんだけども、なおここ来てくださいくれればいいわ。よし、ボテボテのボテボテのゴロになりました。オーケー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 、スリーアウトチェンジ。さあファイター、さあ全然3点分かんないよ。外のボール打って三遊間です。いやー捕まえられそうな気してきたぞ、だんだんと気はするんだけどな。取ってこれでツーアウト、バッターは、はい、打っていった、打てない。打てない。ボール打って、打球はファーストへ、アウト、ファーストゴロに終わりました。はい、さあどうだ、今入ってないか。フォアボールのランナーを許しています。外のボール打ちました、高いバウンドになりました。二塁はわーフェザースチョイスになりました。どうぞ、こちらで来た。来た、いいファスピッチ来た。それだけで満足さ。ピンチを招いています。変化球打ちました、打球はサードへ。はい、ナイスフィールディング、守備でチームに。はい、いいね、見せるね。8回の表ファイター、ミートミートミート、確率は高いもん選んでくる。強烈な当たり、シャー来た、どうだと言わんばかりの打球でした。ナイスオムラン、来るぞ来るぞ、ここから。おお、バッターは6番ヨウ、今日最初の得点をホームランで許しています。いやー今なんか勢いなんとか乗ってほしいんだよな。稲葉さんのホームランでかいと思うんだよ。よし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 、センターへのヒットが出ました。今波打席に入ります。ちょっと考えさせて、あ、クイック持ちか、
肩72、うーん、どうすかな、とりあえず代打。代打ですね、三岡智弘。よっしゃ、レフトへ、くそ、レフトフライに倒れました。代打、昨日打ってっかんな、打てるぞ。ここで代打を、はい、いや、そううまくはいかない。スリーア、はい、うん、ここだな、はい、いや、ショートやってもらうか。もう一回打順回ってきたらでかいよな、チャンスだよな。よし、いくか。ファイター、よし、とりあえずここしっかりね。オッケー、いいよいいよいいよ、オッケー。ファーストゴロに終わっています。古木茂、はい、よし、いいよいいよいいよ。ライトです、これでツーアウト。さあ、おお、マシソン選手か。ここで代打を送ります。はい、オッケーな、ピッチ、クリアアウトチェン。さて、さあ、ケンスケ選手から、いいよ、1番から始まる、いいよ、ここが勝負度もあるから、とりあえず1人塁に出ること。センターに上がった、小屋のさ、なんとか出てくんねえかな。バッター小屋の7回の守備はそれにしても軽快でした。打たされました、うん、まあしょうがない。で、とりあえず糸井さんにここが勝負だ、使って、キャッチャーフライに終わりました。監督の期待、塁には出れると思うんだよね。よし、抜けた、抜けました、センターへヒットを打ちました。いや、これスレッジ選手ね、マジマジヒット欲しい。打てればマジわかんないぞ。あう、いやー、まあしゃあないね。なんかなんだろう、ノーノーは下げたなって感じだわ。多分あの稲葉さんがホームラン打ってなければピッチャー変わることもなかったと思うんだ。まあ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 、一勝一敗でいい感じじゃないですか。はい、あ、もうこっから3連勝してホームで胴上げよう、それがやりたいよ。明日三つ男だな。あ、どっちかな、江ノ下くんか上村選手かってとこなんだよね。あんま成績が良くねえけど、いや、うん、こうだな。うん、こんな感じでいきますか。うわ、うん、まあ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 、うん、これでいくか。ちょっと待って、なんか、あ、そっか、こう、はい、打順がなんかえらいことになってんね。これでなんかいい感じかな。うん、これで、はい、よし、じゃあまあしゃあないね、今日負けた、明日切り替えて頑張りましょう。はい、うんでは終わり、さよなら。
消化